はい、こんにちは、ヤオヒョウケイです、ペルソナ3ポータブルの実況プレイです、12月になりましたね。どれだっけ、あ、こっちか。さて、前回は、運命ゴミが9になったってことですね。はい、まあみんなの話聞くか、とりあえず、はい、取り替えの効く命か。機械としてそういう性質を期されたとはいえ、なんともぐされてくる言葉だな。みんな話聞いてたんだな。前回のアンギスの話ね。それにしてもアンギスって当初からリョウジ君のこと嫌ってるよね。単純に馬が合わないのかな。複雑な理由ね。はい、まあ甘く首つくのもあれだよね。顔色、あ、そっか、疲れてんだよね。話をする。はい、最近になって様子が変わり始めたのもそうなんですが、何よりにわかに思い詰めてる感じがするんですよね。ゆみこちゃんどう思います？確かに。どうしちゃったんだろう。はい、なんかの匂い嗅いでるみたいだな。はい、お、あ、今日雨だこみの日だな。なるほど、アイゲスの口から命なんて言葉が出てきたのが意外だったよな。やっぱ俺の影響かな。そうかそうか。あ、チドロの件ね、チドロ。望月のやつ、ミツルを口説いたのか。確かにそれは危険行為だな。言葉の端々がナンパじみてたようだが、その性格がなせる技ってことか。そうね、アイちゃん元気かね。あの、私絶対にあなた守りますから、だからその試験勉強とか頑張ってくださいね。ハートマークとか絶対持ってよかったね。はい、お、あ、まだ顔赤くなって可愛い。可愛いよな。はい、ゆきこさん、どうしたんですか。よっしゃ、行こうか、あまだと過ごす。嬉しそうだ。いや、よかったよかった。純粋に喜んでくれるっていうのがあんまなかったからね、思い詰めててさ、この人も。ほんとみんな悩めるやな。はい、すいませんでした、この間。なんだっけ、この間何かあったんだっけ。これ多分収録何ヶ月ぶりだから、まあ、忘れたよ。手を、あ、そっか、手を振りほどいて行っちゃったんだね。そうだね。また繋ごう。僕、ズルしました。子供なんて嫌だって思うのに、子供って利用して手をつなぎたくて。嘘、ごめんなさいごめんなさい。ん、別にいいのに。由美子さん泣きそうだ。僕いつまで子供なんだろう。今すぐ大人になりたいのに。あなたにふさわしいような大人の男になりたいのに。あまたはうつむいている。どうしようか。今のままで十分だよかな。やった、喜んでる。待っててください、すぐに追いつくから。すぐに巣だって追い越すし、力だって誰にも負けない。だから由美子さん待ってて。大丈夫、待ってるよ。アマダは泣きそうな顔で笑っている。アマダからの強い愛情を感じる。あ、ランク9だ。そっかそっか。いやー、なんかジンときますねこのコミュ。はい、本当はもうちょっと痛いけど。遅くなると危ないし。いいですね。いいよ、このコミュ。あ、そういえば満月ですね、今日。今日何事もないと思うんだけども。はい、私、皆さん守るためにできる限りのことをしようと思います。頼りにしてねよ、頑張って。アイちゃん、頑張って。暴れてきてくれ。はい。さて、望月はおらんな。今日アンギス速攻で帰っちまったな。今日なんかあるかもしれないな。領事も領事で休みだし、あ、今日休みなんだ。なんか調子狂っちまうな。はい、なるほどね。はい、じゃああれだ、
霧状ゴミで活動できるかどうか、今日節制活動できるみたいなんで、まあ節制やりたいと思いますけども、とりあえずタウンマップ出て、あれかカードできてるかどうか一応チェックしよう。ちょっと前回どういう状況だったかよく覚えてないからね。前回カード頼んだ時が何頼んでんだろうな。あ、できてるね。なんだ、汎用か。はいはい、いいですね。なんかカード頼もう。物理ブースター、これは僕の心ではね、こう使わないんだよね。食いしばりも使いたくないし、神々の加護、これ回復力を高めるスキルですね。あとは、なんかあるかな。ハイパーカウンター、あんま使わないって気がするけど、一応頼んどくか。あ、待て待て、疾風ガードキルとか使うかな。火炎ガードキルは2枚あるか、とりあえずいいとして。じゃあ、疾風ガードキルあたり、ワハタルンダコ3枚。ワハラクカじゃってないのかな。マハラッカじゃかなり強力ってことは分かりましたから使いたいんですけど、ないですね。マハラッカじゃ誰か持ってたっけ。記憶はすだかじゃないの。まあ調べれば分かるんだろうが、よし、まあいいや、適当なんか頼もう。手合わせ、はいはい、じゃあ疾風ガードキルしましょう。お願いします。使うかどうか分かんないけど、一応竹馬が持ってんだよ。竹馬と連携とかするかどうか微妙な感じだけど、まあ、じゃあ霧状ゴミ活動できるかどうかチェックしよう。今日水曜ね。確か、火曜日と土曜日できるんですね。あ、いないな。よし、じゃあ今日は節制やろう。なんか相談があるとか、昨日かな言ってたけど、どこだっけ、ここだっけ、ここね。よし、じゃあやろっか。まあ、しっかり上げておきたいからね。今週中に今日上げて、あともう一個ぐらいできれば上げたいかな。ユミコ殿、本日のメニュー決定してるディス。まあ、ウサギの網の目適当にやってしまいますかね。早く作って作って。やばく作ってみることにした。はい、手慣れたのか、前よりもずっと楽に作ることができた。はい。休日に遊びに行った時にでも誰かにあげればよくわかりそう。その素早さ、その美しさ、ユミコ殿、やはりただものではない。次は大物を作るでござる。ひらめいた。マフラーどう。マフラーを編む女性のところに幸せ転がり、転がるディス。おばばいが言ってるディス。ハートマーク出たぞ。ユミコ殿に一番幸せになってほしい。拙者の真実の気持ちです。そうか。拙者は修行が足りんでござる。ミシンが一向に進まないです。そうか。どうしようかな。どうしたの。はい、おじゅうえのことが気がかりで、おじゅうえに何と申せば、留学の許しいただけるのか。いっそ拙者がちょんまげにして侍になれば。はい、諦めてくれるのかな。そうだ、サテンの、白玉団子を食べればいい案がニョキッとひねりているかもです。あずきはない。いいっすね。はいはい、行きますか。あずきはらにくのみした人だな。相変わらず左のあずきはらが気になる。あれペルソナに出てこねえかな。ね、コーマしたいね、あのペルソナ。はい、拙者は寝る間惜しんで考えたですが、やはりここで母国に帰っては松代までの赤っ端、石にしゃぶりついてでも日本にいたいのです。はいはい、応援するよ。片付けの由美子殿が一緒なら心強いしでござるよ。実は大どんでん返しの秘策があるです。はい、拙者母国に参る。もちろん尻尾を巻いて逃げ帰るのではございません。おじゅうえの説得して戻ってまいります。おじゅうえに日本の良さたらふく理解させてやるでござる。もう機械しちゃえばいいのにこの人ね、こんだけ日本語を操れれば十分だよな。ほんと、あとは日本の魅力を伝える方法を考えるだけです。方法なんぞ由美子殿に
姫子殿とボンドをしてればたやすく見つかるはず。恵美子殿、これからもお酒立ち願うでござる。ああ。よしよし。これで、6か。あと4回。今年中どうかな。いけるでしょうか。あと4回、うん、4回でいければいいけどね。まあ一応、あれか、おみくじ引くとか、後半になれば、ね、やるかもしれないな。とりあえず、はい、ただいま。はい、今日って満月だねって言ってももう戦いはないけど、でも一応今夜だけはユノを呼び出して探してみようかな。あ、そうだ、探すといえばアイゲスを見ませんでした。見てない。アイゲス最近夜遅いことがあるみたいなの。アイゲスってまでそういうことしなかったでしょ。どうしたんだろう、夜遊びか。あ、今日コロマルコンビできますね。まあいいか。今夜何かありそうですから、セーブして込みやって、収録時間まだ11分っていうことで、カットも入ってるからも、カットも入ってるかもしれないしね。よし。ちょっと話聞かずにもう、パパッとやるか。はい。よし。まあ、ゴロマル込みも、あげないといかんからな。はい、何か拾った？トライしたジェム。今日はコミポイントだけかな。なるほど、あっさりしたもんだ。やはりなんかあるな。その頃、ムーンライトブリッジ。掛け時間である今、橋の上に月を見上げている一つの影がある。そこへもう一つの影が近寄っていく。探しました。ここで何をしているんですか？気がついたら自然とここへ来てたんだ。自分でも不思議だよ。空も地面もおかしな色になって、人の姿がみんな消えて、大変なことが起きてるはずなのに、でもどういうわけか心が落ち着くんだ。忘れたの？え？影時間、普通なら踏み入れないはずの時間。でもあなたは適応している。人間ではありえないほどに。ようやくわかったんです。初めて見た時からずっと感じていたこの気持ちの正体。あなたはダメ。あなたは敵。僕が敵？敵？そうだ。今夜と同じ満月だ。ずっと前にもこんな。そう、あなたとはすでに一度会っている。お互いに敵同士として。僕は誰だ？君は？私はアイギス。対シャドウ非常制圧兵装のラストナンバー。シャドウを倒すために生まれてきた機械。倒すため？そしてあなたの本当の名はデス。10年前、私が封印したシャドウ。シャドウ、そう、10年前だ。生まれてすぐ僕はこの橋に降り立った。私の目的はシャドウを殲滅すること。そのために私は私という人格とペルソナを授けられた。僕は13番目の属性を持つ者。みんな僕をデスって呼んでいた。でも生まれた時、力の一部が砕けて散らばってしまった。あの時の僕はまだ不完全な存在だったんだ。それでも力は想定を超えていた。倒せない以上、残された道は捨て身で封印することだけ。そしてあの場に封印の器として足りるものはただ一つ。偶然居合わせた人間の少女以外になかった。私には選択の余地はなかった。
僕ずっと彼女の中にいたんだ。12の破片に引き寄せられるようにって、僕が彼女を誘った。そしてそうか、今わかったよ。すべて思い出した。僕が誰でどういう存在なのか。機械は目的を決められて生まれるもの。あなたを倒す、それだけが私の生きる証。そんなことはないよ、アイギス。パラディオン。幼児の体に触れることもできないまま、アイギスは吹っ飛ばされた。地面に叩きつけられたアイギスの胴体は大きく損壊した。ごめんなさい、私じゃ無理みたいです。決められたことができない機械に意味なんてないですね。ごめんなさい皆さん。怖いよ。